段違い平行棒。日本の段違い平行棒最初の演技者の望月のり子は 9.487 でした。いい得点ですね。なかなか川田選手は上がり方に特徴があるんですね。高難度の技をやります。さあそれを見てみましょう。ですね、頑張ってほしいですね。ベテランの森選手が大会5日前に怪我をしまして、ね、急遽変わった川田、はい、森さんの分までそうなんです。前方宙返りをして上場を持つという非常に難しい技ですね。161センチ、非常に長身、見栄えします、はい、今のが家が宙返り、前方宙返り懸垂が入りました、はい、やはり手首の問題もありますから、やはり川田選手平行棒も大変だと思いますけれども、抱え込みのダブルでした、はい、なかなかやっぱ初めての世界選手権にしては頑張ってますね。そうですね、はい、やはりどうしても日本国内ではこういう演技台ということで演技することないんですね。で世界選手権あるいはオリンピックになるとこういうふうに台の上でやりますので、特に自分が一人で演技をしているという感じが非常に強くなります。そういう点ではよくそのプレッシャーを乗り越えてやってますね。ねえ、